ジェームズ・カルビン・ドリンズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身の、元プロ野球選手。宇藤良ダ。愛称は、J ・ロール。かつて阪神タイガースでもプレーした元メジャーリーガーの、トニー・タラスコは、いとこにあたる。1996年の MLB ドラフト2巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。この年は、参加のアパラチアンリーグのルーキー級。 マーティンズビルフィリーズで49試合に出場した。1997年は A 級ピードモントボールイービルスで139試合に出場し、フィリーズ参加最多の46盗塁を記録した。2000年はトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレッドバロンズで開幕を迎えた。スランプに陥るも調子を取り戻していった。打率274.24盗塁。 リーグ最多の1 1三塁打を記録し、シドニーオリンピック野球アメリカ合衆国代表の候補にもなった。9月17日、フロリダ・マーリンズ戦でメジャーデビューを果たした。2001年はリーグ最多の1 2三塁打、46盗塁で盗塁王を獲得し、ラリー・ボーアが1974年に記録した。 連続投塁成功の球団記録20を更新する35連続投塁成功している。新人王では3位にランクされた。2002年はリーグ最多の13塁打を記録し、昨年に続き2年連続でオールスターゲームに選出されたが、自己ワースト打率245と低迷した。この年のオフ、日米野球の MLB 選抜として来日した。2004年は、 2001年のメジャー定着以降3年連続で三振が100を上回っていたが大振りが減り鋭いゴールを打つように徹するようになり73まで三振を減らした。打率はメジャー定着後最高の289を記録し得点は初めて100の大台を超えた。2005年6月には球団と5年総額4000万ドルで契約延長した。 2005年8月23日から36試合連続安打を記録し、シーズンを終え、1899年のエドデラファンティが持つ球団記録31を更新。その後連続安打は2006年4月5日に、歴代8位の38試合で途切れた。2006年は、ジェイス・アートリー、ライアン・ハワード、パット・バレルラと共に20発カルテットを結成したが、 ナショナルリーグ東地区首位のニューヨークメッツに12ゲーム差をつけられ地区2位に終わった。フィラデルフィアフィリーズ時代2007年は開幕前に今季はうちが地区最強と発言。4月チームは11勝14敗と負け越し、ロリンズは好調だったが先般に挙げられた。しかしチームの逆転勝利はリーグ最多の48回あったが、ロリンズはこれに最も貢献。 9月12日の時点で地区首位のメッツと7ゲーム差あったが、9月30日のシーズン最終戦を同率首位で迎え、ロリンズはシーズン23塁打を達成し、カーティス・グランダーソンに次いで史上4人目となる20投塁、22塁打、23塁打、2本塁打を達成。チームは勝利を収めメッツは敗れたため地区優勝を果たした。 全162試合に出場し、球団史上2人目のべ3回目、遊撃手としては、MLB 史上3人目となる30本類が、30盗塁を達成。メジャー新記録となる778打席、716打数、ナリーグ遊撃手新記録となる139得点88、長打を記録。接戦と予想された MVP の投票では、 マット・ホリデーが本命で、プリンス・フィルダーが対抗と見られ、穴馬と見られていたローリンズがナショナルリーグ MVP に選出された。また、自身初のシルバー・アスラッガー賞とゴールド・グラブ賞を受賞。2008年は、故障の影響で2001年にレギュラーに定着して、以来最小となる137試合の出場に止まった。その影響で、 得点が5年ぶりに100を下回り、それまで2年連続で25本以上を放っていた、本類打数も11本まで減少した。しかし、盗塁数では2001年に盗塁王に輝いた際に記録していた自己最高記録の46盗塁を一つだけ更新し、自己記録を47盗塁とした。2009年は開幕前の3月に、 第2回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは年間通じて打率が低迷。4月を打率207.1本類だ6打点という数字で終えると5月22日のニューヨークヤンキース戦で一発し、打率が240となったもののその翌日から再び打率が下降し始め6月末には打率が 207まで下がった。しかし、オールスター戦以降は74試合に出場して、打率272.14本塁打43打点を記録するなど、開幕時点と比較すると打率が大幅に上昇した。それでも、シーズン23打率は2002年に次ぐ250という低さだった。一方で、後半戦に14本塁打を放ったため、 本類打は2年ぶりに20本以上の数字を記録。自身3度目となる20本類打20盗塁の同時達成を記録した。2010年は故障に苦しみ、ルーキーイヤー以来10年ぶりに規定打席到達を逃した。また、打率243という数字はロリンズのキャリアを通じて自己最低の数字であった。だが、故障した一方で、 通算150本類打の達成、前年より60試合以上出場試合数が少ない、中で前年と、ほぼ同数かつ、三審以上の支給40をマークした。フィラデルフィアフィリーズ時代2011年12月17日、3年3300万ドルで契約を延長した。2013年開幕前の2月27日に、 第3回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出されたことが発表され、代表入りし2大会連続2度目の選出となった。2014年12月19日にザック・エフリン、トム・ウィンドルとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。ロサンゼルス・ドジャース時代2015年11月2日に FA となった。2016年2月22日。 シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕直前の3月30日にメジャー契約を結び、開幕25人枠入りした。開幕後は遊撃のレギュラーとして起用されていたが、41試合で打率221日本塁が8打点5盗塁と振るわなかった。 同ポジションで有望株のティム・アンダーソンと入れ替わる形で6月10日にィーフ15日に自由契約となった2016年12月19日サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ契約条項にはメジャーのスプリングトレーニングへの招待権が盛り込まれた2017年3月31日に放出された2019年1月にスペシャルアドバイザーとして フィリーズに復帰した5月4日に正式に引退を発表し、セレモニーが催された。ありがとうございます。